市役所突撃か。はい、前田市役所のカズです。今日はですね、公務員試験の面接において品質の質問、気が合わない上司と一緒になった時どうしますか、これが言われた時どう答えるのが適切かということを解説したいなと思います。まず公務員は皆さん知っての通り終身雇用が大変安定した雇用先になっておりますので、はっきり言うと同じ人たちと定年を迎えるまで生涯一緒にいなきゃいけないという環境が多いです。なので民間と比較しても面接試験において圧倒的にこの気の合わない人と一緒になった時どうするか、うまく適切できる人なのかっていうことを試験で見極める必要があるというわけです。はい、というわけでこの質問された時結論を言います。これ私の経験に基づくんですけど、ありがとうございます、これ魔法の言葉なんですよ。この感謝の言葉をしっかりと気の合わない人にも伝えること、これが一番大事だと考えております。私自身が経験したことになるんですけど、これまで周りの人と比較してもものすごくその細かい職員いたんですよね、同じ部署に。で、その人ここまで細かいところを追求しなくていいのにというところまでいろいろと言ってきてですね、公務員確かにただでさえ公文書を扱う部署多いので、民間と比較して誤字脱字だとか文書の体裁に厳しいんですけど、さらにさらにその細かい人っていうのがいるんですよ。実際は、他の人からすると問題なく決裁が通るのに、この人だけは通してくれない、細かいっていうことで、周りからちょっと警戒されてるっていう人がいて、その人と一緒に仕事することもあったんですけど、私も最初苦手意識持っていて、指摘された時に、ああ、はい、すいません、直します、と言って、ちょっと苦手だなという態度を出しながら扱っていたんですけど、そうするとその人も、やっぱり、こいつ俺のこと嫌いだなって思って、さらにさらに、嫌がらせというわけではないんですけど、ここもっとこう直してとか、だん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 こう強く言ってきてですね、人間関係にやっぱひびが入ってくるわけなんですね。で、これをですね、私はですね、やっぱりしっかりとその指摘されて、この人の言うことにした方がいいだろうなって思った時は、ありがとうございます、あなたのおかげでここの間違い気づきました、ありがとうございます、あなたが指摘してくれたおかげでこの文章もっといいものになりました、あ、逆に今私ここ困っているんですけどどうしたらいいですかねと、立てるっていうわけじゃないんですけど、やっぱり感謝の意思っていうものを伝えるようにしました。こうすることによってですね、この人も俺が指摘したことの大事さを分かってくれた、こいつは俺のことを理解してくれるやつだと思ってですね、それ以降もちろんいろいろ細かいことは指摘してくるんですけど、人間関係において嫌な雰囲気になることはなかったんですよね。なので、面接で、私がですね、その気の合わない上司と一緒になった時どうしますかと言われた時、私は一緒に仕事をしていてですね、やっぱりその人の助言などを受けてしっかりと感謝の意思を表したいと思います。そう答えます。で、感謝することによって、その人もやっぱり仕事においてですね、こいつ言うことを聞いてくれるっていう、私のことも好印象になりますし、で、やっぱありがとうっていう言葉ものすごく強力でですね、私自身もやっぱりその人のことをあまりこう嫌いになれないんですよね。言葉にはこう魂が宿るって言いますけど、こういった感じでですね、これまでの経験上、この人苦手だな、嫌だなと思った人でも、ここぞという時にですね、やっぱり、真っ当だなって言われた時は、ありがとうございますって、もうそれ欠かさずに言うんですよ。仕事においてですね、挨拶は大事だって言うんですけど、この感謝することも大事なんですよね。なので、ぜひ、その私の事例参考に、また自分でも回答つければいいかなと思います。で、もちろんその、私のこの動画の模範回答をそのまま丸パクリするだけじゃですね、その自分がこれまで実際に経験していないので、なかなかこう熱意をこもって答えることできないと思うんですよね。で、例えば、学生さんでバイトしている人だったら、ちょっと苦手だなと思っている人にですね、あえていつもよりも感謝の意思を伝えてみてください。そうすることによって、私が言った通り、その苦手な人が苦手な人じゃなくなる。あるいは思ったより以前よりもこう苦手じゃなくなったっていう人間関係が築けるかもしれません。
で、またバイトしてない人でもですね、例えばその複数人でその大学の授業の課題をやっている時、まあ普段あまりコミュニケーション取らないようにしてるけど、ちょっとやっぱその人いいこと言った時に、あそれいいねって言って、いやいつもこういう着眼点いいと思うんだよって言って、まあ、こう褒め殺しってわけじゃないですけど、そうやって実際にやることで私が言ってることを体験できると思うんですよね。うん、でそうやって体験するとやっぱり自分自身の経験となって糧となって、面接で答えた時にも自分の言葉として熱意を込めることができるので、ぜひ実践してほしいなと思います。で、こういった感じでですね、その面接って対策するとき模範解答だとか面接の受け答え時の反応とかいろいろ直前でやることになると思うんですけど、なんでこの面接日々の積み重ねが大事かっていうと、こういう人間関係で培われてきた経験だとか自分の考え方、それが感じられるからなんですよね。その積み重ね、どれだけ多くの人とやっぱコミュニケーション取ってきたかとか社交性築いてきたかとか、そういったものはですね、なかなかこの一朝一夕面接対策で身につくものじゃありません。やっぱり日々のその自分の行い、まあその努力、特にその他の人と協力して何かやってきたっていうことですよね。学業でもバイトでも仕事でも、で、そうやって他の人と協力して努力してきた人っていうのは、やっぱりその受け答え一つ一つにも熱意こもっているし、実際に年配の面接官が聞くとですね、あこの人確かに年齢の割にできているなと感じたりするわけなんですよね。はい、ということで今日はまあ一問そのうまくいかない上司と一緒に仕事した時どうすればいいのかっていう質問に対する回答だったんですけど、ぜひ参考にしてほしいなと思います。ありがとうございました。